こんにちは、ピカピカグッズです。今回はこちらの広志つぼうちの靴を磨いていきたいと思います。ね、すごいですよ、この靴、ね、革靴っぽい、ね、デザインでありながらもスリッポンっていう、ね、すごい面白い靴だなと思って、今回はこちらを磨いていこうと思います。近くで見た感じがこんな感じ。はい、というわけでこんな感じですね。若干トゥーとかにスレがあるかなってぐらいで、あとは特になんか目立つような感じの傷とかはないかな。ね、結構まあ若干かかともすれがここあるかな。でも特になさそうですよね。そんななんか目立つようなガッといった傷みたいな。うん。ね、まあそれぐらいで。状態はそんな感じで、うん、まあやっぱシルエットですよね。すごいですよね。こうやって革靴みたいなシルエットでありながらもスリッポンっていうね、なんかあれみたいですよね。コールハンの靴とかにちょっと近いですよね。なんかソールとかもなんかそんな感じですしね。ね、すごいこういう靴も面白いなと思ってね、今回はこちらの靴を磨いていきたいと思います。で、一応型番がわかんないんで、もしかしたら書いてるかもしれないですけど、とりあえずこれを今回は磨いていきます。というわけで早速やっていきます。まずはいつも通りシューキーパーを入れていきます。で、馬毛ブラシでブラッシングしていきます。いや、いいですよね。広志つぼうちの靴は何度かこう磨いたことがあって、ね、やっぱなんかどれもこうちょっと特殊な形してる靴がすごい多くて、うん、どこだったっけな、前にどっかとコラボしてる靴を磨いたんですよ。ユナイテッドアローズだったかな。なんか確かそことコラボしてる靴を一回磨いたことがあるはず。その靴もなんかちょっと特殊な形した気がするもんな。ね、面白いですよね、これ。ね、メダリオンとかもいっぱいこう、つま先とかにもちゃんと入ってるからですね。こういう靴磨くのがね、結構、もうこういう、こういう靴磨くのはすごい、ね、もうめちゃスコな感じ。はい、というわけで、次はクリーナーで汚れ落としていきます。こういうのね、磨くのめっちゃスコ。ゴシゴシせずに優しく汚れを拭き取っていきます。あんま汚れてもなさそうな気がする。すごい、でも弾いてくれてたんですよ。それもあってあんま汚れついてないのかな。パッと見コールハンっぽいですもんね、なんか雰囲気的に。コールハンのゼログランドシリーズ、
ポールハンガーグランドシリーズ、ね、ああいう感じの雰囲気の靴なんですけど、昔多分磨いたことあると思うけど、グランドシリーズの靴動画が、過去の動画あるはず、ね、ああいう感じの雰囲気のソールの、ね、感じがある靴ですね。僕は仕事柄その革靴とか基本的に履く機会がないんで、ね、ビジネスシューズとかも全然持たない派なんですけど、まあ、もちろんね、一応冠婚葬祭で使えるように持ってたりもするっちゃするんですけど、まあ、もし僕がね、会社員でね、こういうビジネス系の靴を履かないでいくっていうんだったら、ポールハンガーの靴は絶対間違いなく一足取り入れるかなと思ってますね。あれめちゃくちゃ楽、革靴っぽく見えてね、歩きやすいっていう。うん、ポールハンガーの靴いいなっていつも見てるんですよね。でもね、仕事柄ほとんど使わないし、まあいらないかということで、自分の用のは持ってないですね。次がクリームを入れていきます。カラーはもちろんブラックで、でその前に、せっかくこの真っ白なソールなんで、今回はマステで掴まないようにテーピングしていきます。まあブラシが当たる範囲だけでいいんでね、一番上のこのラインだけやっときます。でここのなんか布地っていうかストレッチ生地は多分剥がれてくるんで、もうなしでやっていきます。まあ黒だし目立たないからね、ついたとしても。してる理由があって、朝散歩に行って服がびちゃびちゃになっちゃったんで、乾くまでこの格好で今日は過ごそうかなって思ってます。多分お察しのいい方は分かると思うんですけど、別の動画をちょっと前に撮影してて、その日と同じ日に撮影しています。はい、だいぶ乾いてたけど、なんかまだちょっと湿ってるなって感じがあったんで、もうちょっとこの格好でいます。こんな感じ、全体的に下の部分を覆いました。反対側も同じように、
はい、はい、反対側もつけました。で、ここからクリームを入れていきます。なるべくこのストレッチ生地の方につかないようにクリームを入れていきます。そっちもクリームが奥の方に入り込んで取りにくいんですよね。OK です。次は、豚毛ブラシでブラッシングしていきます。
結構綺麗になったんじゃないかな。うん、じゃないかな。反対側も同じように取り付けます。疲れますもんね。もうほんと力強く磨いてるんで。まあ1日に30足とか磨いてる時があるからですね。それに比べたらまあまあ楽っちゃ楽ですけど。若干ね、ここにクリームが入ってなかった感あるんで、ちょこっとだけ足します。まあでもブラシに多分ついてる分だけでいいと思うんで。これでいいかな。はい、というわけで最後にグローブで余分なクリームを取ったりしていきます。はい、というわけで、あとはこのつけたマステを剥がしてあげたら、
というわけで靴磨き完了です。だいぶ綺麗になったんじゃないかな。綺麗というか、まあもともと綺麗だったんでね、あんまり差が分かんないかもしれないですけど、結構ね、黒光りしっかりしてるって感じでこっちではなってます。はい、というわけでこんな感じですね。ね、擦れとかもちょっとあったっすけど、それもなくなって結構綺麗に仕上がりました。まあ元の革の状態とか、ね、悪くもなかったからですね、いい感じになってますね。ね、風紙の中でもやっぱり若干こう擦り傷が残ってたりはするんですけどね、若干残ってるけど、まああんま分かんないぐらいにはなってるんじゃないかな。まあもともとそんなに目立つようなものでもなかったからですね。はい、こんな感じに仕上がりました。はい、というわけでね、今回はこちらの広志坪内の靴を磨いてみました。まあそんなにね、状態も悪くなかったから、あんまり見た目に変化はなかったかもしれないですけどね、ちょっとやっぱ特殊な靴ってことでね、ただ磨くだけでもすごく楽しかったなっていう靴でした。結構こういうね、変わったシルエットの靴をよく出されてる、ね、ブランドなんでね、よかったら広志坪内の靴をチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけでね、これからもいろんな靴を磨いていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。